プレーヤーを見て感動とか夢とか元気とか、ね、やっぱりそういうのを与えられるっていうのは僕らが目指しているところなんで、皆さん苦しまれている状況の中でそういう姿をね見せていくっていうのは僕たちの使命かなと思います。無観客でどれぐらい続くか分かりませんが、テレビの前でユニフォームを着て応援していただければ自分たちにも届きますし、ファンの皆さんに勝利を届けれるように頑張っていきますんで、応援してもらえたらなと思っています。試合に見に来ることができないファンのためにも、強い阪神であって行くのは当然ですけど、一日も早くねファンと共に戦う試合ができたらいいなというふうに思ってますね。一人一人が俺がやるっていう気持ちで、今年もシーズンの初めから全員が入っていくことが大事だと思います。勝ちを続けていければそのチーム自体も優勝につながると思うので、全試合強い気持ちを持ってやりたいなと思ってます。ファンがいて自分たちがあると思うので、選手が野球を楽しんでるっていうことを表現できたらいいなと思うんで、そういうところを見てほしいなと思います。みんなが苦しい時こそ長くやってきたその経験とかそういうのが役に立つっていうその場面っていうのをやっぱりしっかりと自分の働きっていうのをやりたいなと思います。融合というか助け合いながらできたらいいかなと思います。CS には行きましたけど、最後は悔しい思いして終わった1年でしたね。もう悔しい思いはしたくないんで、もう優勝しかないですね。チーム一丸で感じた気持ちを持ってやることがすごく大切だなと思いますし、やっぱり勝ちたいという気持ちがすごく強いので、優勝してみんなで喜べるようにできたいと思います。ファンの方たちには明るく前向きに応援してもらえれば、2020年のタイガースの大きな躍進の力になると思います。ファンの方と共に戦って絶対優勝を成し遂げたと思います。僕たちがやれることっていうのは、チーム全員で楽しむ姿、諦めない姿、戦っていくっていう姿をファンの人に見せていきますし、シーズンオフには日本一になって一緒に喜べるようなそういうシーズンにしていきます。It's showtime!